はい、今回は筋肉マンですね。テーマは、4次元殺法コンビの今後なんですが、ひょっとしたら全くね出番がない可能性もあるんですけどね。まずはこちらからいきましょう。4次元殺法コンビっていうことで、何度も、紹介しているんですが、夢の超人タッグ編でブラックホールとペンタゴンが、悪魔超人と正義超人の枠組みを超えて結成したタッグです。2人はまあいとこの関係とのことなんですが、これが公式設定でいいってことでしょうかね。で、ここで超人総選挙2021の結果を振り返ってみると、ブラックホールが第19位で3ランクダウンですね、前回と比べると。で、ペンタゴンも、まあ、第27位ということなんですが、こちらも前回と比べて3ランクダウンということでした。まあ、この順位を見ると、まあ、ランクダウンはしてるとはいえ、人気は維持してるんじゃないのかなとは思いますね。ブラックホールはトップ20に入ってますし、ペンタゴンもほとんど出てないんだけど、まあ、27位っていうランクに入ってますんでね。で、彼らの人気ぶりを考えるとさらなる活躍も期待してしまうんですが、それは実現しうるのでしょうか。まあ、デザインはね、ゆで卵先生にもかなり評価されていますので、まあ、中井先生が再び描きたくなる可能性も高いんじゃないのかなとは思っているんですよね。まあ、それがもうやっぱ中井先生が描きたいかっていうのは、原作で活躍できるかできないかの、まあ、重要なポイントの一つかなとは思っているのでね。で、次に4次元殺法コンビの注目ポイントをちょっとね順を追ってお話ししていくと、まずはこちらですね。はい、ペンタゴンのさらなる飛躍はということで、オリジン編でジャックチーを圧倒することでその実力も示したペンタゴン、まあ、普段はほとんど、まあ、活躍していなかった正義の5本槍にもね対戦が組まれたことから、アイドル超人に準じた扱いをしても問題はないのかなとは自分は思ってはいるんですよね。まあ、別の動画ではねパーフェクト超人入りとかもね、まあ予想というか妄想していたんですが、一方でスピード感あふれるファイトが持ち味で、シート級の技を持つペンタゴンはジャックチー戦のように突如現れて活躍したかと思えばね、もうほんとすぐに立ち去ってしまうといったね演出によって、まあ、最も輝ける超人とも言えるんですよね、自分個人的には。逆にビッグボディはそのじっくりと対戦させることで持ち味を生かせるキャラクターなのかなとは思ったんですけれども、でペンタゴンに出番があるとすれば、かつて対戦して敗北したウォーズマンと共に活躍する展開も面白いかもしれないですね。ペンタゴンといえばやっぱ今言ってるその4次元殺法コンビ、ウォーズマンといえば超人指定コンビなんですが、まあ、お互いに新境地を開くという意味でもいいんじゃないかなと思います。ちなみにペンタゴンについて島田先生はスカイマンを進化させたイメージとおっしゃっていたんですが、ペンタゴンがもうガンガン対戦する代わりにね、その代わりスカイマンが対戦するっていう可能性も捨てきれないですよね。確かまあ先生お気に入りの超人の一人だったと思うんでね、そのスカイマンも。で、次にブラックホールについてなんですが、やっぱりね、そのオリジン編ですごい活躍しているっていうイメージがあるんで、しばらくはサポートメインになるのかなとは予想してしまいますね。まあ人気あるんで、体制も組まれるかもしれないんだけどね。ただ、活躍したって言っても、その、実際こちらの年月といえばかなり前の話になっちゃうんだけどね。ただ少なくとも移動手段としては重宝されそうかなとは思っています。まあ一番使っていたサンシャインはもういないのかなとは思うんですが、まあというかね、ブラックホールからサンシャインが復活する展開とかあるんですかね。かなり超展開にはなるんですけれども、まあ砂がチリチリとね、顔のね、穴からこぼれ落ちる演出とかちょっと見てみたいかなとは思うんだけどね。なんかまだサンシャインって死んだ感じしないんですよね、個人的には。で、最近は活躍の場がないザ・忍者とね共闘したらね、互いにウィンウィンな展開になりそうかなとは思ってるんですけどね、ちょっとタッグはちょっと見てみたいかなとは思っています、ザ・忍者とブラックホールね。
で次にこれですね、はい、彼ら、まあ、4次元殺法コンビのブラックホールペンタゴンの一族ということで公式設定ではないかったとは思うんですが、ペンタゴンの父はヘキサゴン、祖父はトライゴンといった一応一族関連の設定はあります。あと、まあ、全日本プロレスとのコラボキャラで、ペンタゴンの弟のエイプゴンもいるんですよね。実際なんか戦ってたんでしたっけ。でペンタゴンたちの一族にね関わりのある長身がね以前、まあ、前にね登場するかもと予想はしていたんですが今のところはまあそんな気配はない感じですよね。出たらなんか時空の神みたいな感じで出たんじゃないかなと思ってるんですけれども、なおペンタゴンの父というね設定ではないと思うんですが読者応募超人にはねこれヘキサゴンっていう超人これ筋肉マン2世の方の読者応募でしたかね。その超人は実際に、まあ出てるんですよね。図鑑の、学研の図鑑超人にも載っています。まあ漆黒のペンタゴンのようなデザインではあるんですが4次元エレメント交差の進化版としてブラックホールとペンタゴンが融合してね、まあ、どっかで見たことのあるような展開なんですけれども、ヘキサゴンっぽいね超人になる、ね、展開はあるんでしょうかね。ちなみに合体超人とかっていましたっけ、まあ、サタンクロスはちょっと規制型のやつでなんか違うかなっていうのはあるんですけどもう少しなんかあの2人の超人がもう1人で完全に融合したっていう感じはサタンクロス以外にはあんまいなかった覚えはあるんですけどね。で最後こちらですね、はい、なんだかんだ話してもやっぱり、4次元殺法コンビかっていうことでやっぱいろいろね予想したものの4次元殺法コンビでね戦う展開が一番盛り上がれそうな気もするんですよね。なんだかんだ言ってね、まあ、どんなね裏技が飛び出るか楽しみなタッグとも言えますし、まあ、実際はぐれ悪魔超人コンビ再結成もまあいろんな意見あるかもしれないんですが個人的には盛り上がりましたんでね。で再結成が実現したら今度はペンタゴンがメインで戦う展開なんでしょうかね。まあその際にはブラックホールはあからさめにいろいろやりそうな感もあるんですけどね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。